小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきちです。みよなゆ TV の時間がやってまいりました。今週のみよなゆ TV は、今話題の人気商品、加藤から発売になりました211系東海仕様、こちらをですね、なでくり散らかして遊んでみたいと思います。この JR 東海バージョンの211系、313系電車と6両セットになりました、5600万台。それと3両単品で出ております5000番台。この2種類が出てますが、私もですね、みよきちもですね、おいそれとその高価な6両セットを購入するほど、これがね、これがなかなか自由が利かないものですから、今回はこちらです。3両編成の5000番台のセットを用意してみました。そして何をどうなでくり散らかすかというと、もう、そんな難しいことはしないんですよ。はい。どうせお前のところだったら、DCC サウンドでも入れるんじゃないか。いや、そんなことないです。はい。今回はですね、鉄道模型フェスティバルや JNMA なんかで、私たちが販売しているパーツを買って帰ってすぐできるっていう、簡単ドレスアップのご紹介です。はい。どのパーツ、どんなパーツがあるのっていうと、まず、私どものメインのパーツというと、昭島店で売っている、こちらです。なゆたお気楽工房の行き先表示シール。はい。これですね。はい。この5000番台に合わせて、実際に、そんな運用があったのかどうかは話は別としてね、5000番台のサイズできっちりリニューアルさせていただいて、大垣神寮静岡、この3タイプの行き先表示をご用意してみました。そして、三代吉といえば、はい。ピカッとサンキュー。390円で組めちゃうっていう話題の室内灯です。こちらを組み込んでドレスアップしていきたいと思います。それでは早速本編の方行ってみましょう。VTR スタート。はい、こちらがですね、なゆたお気楽工房の行き先表示機の対象表ベースに作った行き先方向マックスシールの最新バージョン。この2種類、大垣、神寮、静岡ということで、正面の方向幕は通常の尺、側面の方向幕が、313系電車みたいな小型のものになりました、加藤の211系5000番台対応ということで商品発売させていただいてます。クモハトモハの2両が通常の尺である5600番台とは仕様が異なりますのでご注意ください。さて、では実際にどんな行き先が入っているのか開けていきましょう。神寮大垣の車向けの行き先方向幕シールをまず開封してみました。側面の方向幕、小さすぎてよくわかりませんね。これを切り出して貼っていただくわけです。前面は通常の尺です。回送臨時普通といったおなじみの幕の他に、南木曽坂下快速中津川快速名古屋浜松豊橋、岡崎名古屋大垣垂水関ヶ原前原、高蔵寺や多治見三重中津川なんていう幕が収録されています。そしてこちらは静岡エリアの車両の方向幕です。さすがに種類が多いですね。熱海、三島、沼津、浜松、鷲津、豊橋、新居浜、
それから芝川とか美濃部とか富士宮とかそのあたりに加えて梶笠口とか甲府、さらには駿河シャトルの幕なんかも入っていますし、沖津や島田、菊川、掛川なんてのも入ってますね。あ、山北、裾野、御殿場、はい、身延線、御殿場線、東海道線と駿河シャトルなんかが網羅されている、本当に静岡地区を走ってる列車のもう大多数がこれでカバーされてるっていう幕です。それでは好みの幕をチョイスして切り出して貼っていきたいと思います。商品構成6両分、3両編成2本で6両ということなので、先頭車が4両分、中間車が2両分です。使用する工具はこんな感じですね。金属のスケールですと表面に傷をつけてしまう可能性があるので、プラスチックのミリ刺し、そして一般的なカッターでもいけるんですけれども、より精度を上げるために刃先が60度になっているタイプの60度カッターって言われるやつや、デザインナイフなんかを使用します。ちなみにこのスケールなんですけれども、いろんなメモリがついていていろんなことができるので、キットの作成なんかにも結構便利に使えるんですよ。実際にこんな運用があったかどうかは知りませんが、なんとも無責任なチョイスですね。前原行きなんていうステッカーを貼ってみました。そしてここまでできたら、次はいよいよ室内灯です。室内灯はもちろんパチッとつけたらピカッと光るピカッと3球をチョイスしましたが、あら、これじゃパチッとつかないじゃん。実際に販売されているピカッと3球と同じ仕様になるように電極板を折り曲げたところです。ステンレススケールなんかを使ってがっちりきっちり直角を出すというやり方もあるのですが、まあ、私たちが自家用で使うとき、業務用で使うときなんかはちょっとした裏技ができるような設計になってるんですね。いよいよ自分用で使うときにキュキュッと曲げたいというときには、ピカッと3球をピカッと3球で曲げる、そんなことができるようになっています。以上、裏技でした。先頭車両の車体長に合わせて一玉目をこのギリギリのところまで引っ張って引っ張ってパチンとカットします。よくね、これこう1ブロック3玉の LED ちょん切っちゃったら3玉しかつかなくなっちゃうんじゃないのっていう方がいらっしゃるんですが、ここまで切っても点灯は大丈夫です。安心して作業してください。はい、無事ピカッと3球を3両分装着し終えたところです。ここまでね、本当に自社ブランドの商品でできるようになったっていうのが、まあ、我ながら面白いんですけれども、コストパフォーマンスもそれほど悪くないと思いますので、ぜひ一度皆様もお試しいただいてはいかがでしょうか、というのは、三代吉の段でございます。はい。まあ、本当にとりあえず、一通りのディティールアップはこれでできたかなと思うところなんですが、あとはちょっと私の個人の見解でですね、若干こう N ゲージスケールで銀色の電車っていうと、ちょっとやっぱりね、メリハリが物足りないので、最後の小技を付け加えたいと思います。はい。墨入れを行います。普段は墨入れ用に薄めた塗料をカブラペンで塗っていくということをやっているんですが、今回はですね、近所の100円ショップでモデラーマーカーなるものを見つけましたので、こちらを試していきたいと思います。書かれている戦車のイラストがいかにもという感じなんですが、墨入れ用の黒、こちら 0.5 ミリのものですね。今回は簡単にですね、目につくところだけちょこちょこっと仕上げていこうかなと思います。ではやっていきましょう。ペンタイプですから簡単ですね。
もうこんな風にこうペン先をね、こう墨入れしたい部分に当てて、こう何回かコスコスするだけで、ご覧ください。扉のゴムの部分、こちらが簡単に再現できました。うん、これはいいですね。特に鉄道模型のようにこう筋彫りがはっきりしているものに関しては、はみ出してしまう心配というのもほとんどないかもしれません。何より100均で買えるっていうのが嬉しいですね。お分かりいただけますでしょうか。乗降ドア、そしてクーラー規制のグリルの部分、そこにモデラーマーカーを使って墨入れをしてみました。劇的とまではいきませんけれども、まだ未施工の部分と比べますと印象は変わりますね。これが簡単にお安くできるようになったというのだから、もうたまりません。いかがでしたでしょうか ?211系5000番台。いろいろな仕様にね、ドレスアップして遊ぶことができるかと思いますので、どうぞ皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい。ということでですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうもお疲れ様でございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。